暗闇に光るラバライトラバライトは現代のインテリアとしての色合いが強い照明器具。カラフルに色付けがされており、様々な形のものが存在する。透明な管の中に着色された水が入っており、それと一緒に様々な浮遊物が入っている。これらの内容物は伝統の発する熱で対流を起こして様々な動きを見せ、その視覚的効果を鑑賞する。 ラバは溶岩を意味する英語で流体がうねる様を暗誘している。ラーバランプ、ラーバライトとも、イギリス人のエドワード・クレーブン・ウォーカーが1960年代に発明したのが初めで、アストロライト、アストロランプなどと名付けられた。1965年にハンブルクで開催されたトレードショーに出展され、プロモーターのアドルフ・ワートハイマーが目をつけ、 ワートハイマーとその事業仲間のハイスペクターがアメリカでの製造権を買い取った。ハガーティエンタープライゼス社が製造し、ラバワールド・インターナショナル社からラバライトという商品名で発売された。ラバライトは激動の時代であった1960年代の象徴となり、色とりどりに輝くその姿は非常に一般的になっていたリクリエーショナルドラッグによる幻覚症状に例えられた。 1990年代に発明者のウォーカーは、ラバライトを製造している、マスモス社のクレシー・ダグレンジャーにラバライトにまつわる、権利を売却した。ありがとうございます。